エダノン代表を辞めないで。産経新聞11月1日立憲エダノン2日までに代表職の進退判断。角丸エダノンが代表だと安心なるよね。わかりやすい敵。記事は割愛して、11月1日の夕刊フジザクザク、立憲共闘失敗、来年夏の参院選も継続でいいのか、党内で反発必至、枝野代表の責任論もいずれ共産党に抱きつき戦術で絡め取られる。立憲共産党、お口べっぴん笑顔の悪魔。日本共産党は中国共産党と同じ組織。違うふりしてるけど、コミンテルンって言われてる国際共産党の一支部同士、世界各国の共産党はコミンテルン何々支部。共産党を絡めるとえらい目に遭うねんで。中の国やキュウリみたいな名前の国、最後ばカンボジアみたいになってしまうで。記事によりますと、10月31日衆院選ぶやつで角丸枝野代表の立憲は公示前の110議席から96席に減らした。共産も12議席から2議席減と振るわなかった。2議席減らしてんな。左派野党は候補者を一本化して与党と1対1の構図に持ち込んだが失敗した。ただ枝野は1日時点で野党共闘と決別していない。日本を取り巻く安全保障環境が厳しくなる中、来年夏の参院選ぶやつでも日米安保破棄、自衛隊解消を掲げる共産党と共闘するのか。日米安保を破棄させるなんて日本弱体化やんか。自衛隊解消ってお前ら人民解放軍導入するつもりかって感じ。あー怖いわ。角丸枝野は10月31日の深夜の記者会見で次のように語りました。野党共闘には一定の効果はあった。おおむね理解をいただけている。 SNS などを駆使した洗脳の活動を示す。空中戦では支持を広げることができたが、一票一票積み重ねる足腰が弱かった。そこが強くないと政権にはたどり着けない。この構造を貫くことこそが政権交代につながる。いやもう無理やねんて。あの悪夢の、いやいや現実地獄やったでーの民主政権体験してますからね。まるで足腰が弱い候補者が悪いと言わんばかりの物言いだが、党内では政権批判の受け皿になれなかったとして枝野執行部の責任を問う声も浮上している。左派野党は共産党の候補者取り下げなどで全289の小選の挙の区域で約7割にあたる213選の挙区で候補者を一本化した。報道各社の世論調査では立憲や共産党は公示前よりも躍進するとの見方もあったが、現実は違った。労働組合の組織票が入れへんかったのも良かったんかな。本来労働組合って労働者のための組織ではなく、国際組織で万国の労働者を団結せよ言うて、束にして暴れさす組織やってんけど、最近、連合の会長が女性になって、あの方もともとミシンメーカーの自由機にお勤めになっての労働組合職員っていうのかな。まあなんか知らんけど、普通の一般職から労組の仕事して会長になった。どこまでその本質聞かされてるのやらやと思うねんけど、昔の計り事分かってないのかな。トヨタローレンもそうやしな。面白いね。時代は変わっていくんやろな。上からの指令で動かなあかんようになって、また方向性が変わるのかもしれんけど。で、岸田の文雄首相の自民と激突した選の挙の戦いで、枝野は安倍っちや菅っち、両政権を批判する場面が目立った。ただ、首をかしげざるを得ない発言も見られた。やべ。10月28日、東京三鷹市での講演で経済政策アベノミクスをこうやり玉に挙げた。この9年間経済が良くなっていない。安倍さんに悪夢の民主政権と呼ばれる筋合いはない。
安倍政権により2倍近く経済は伸びた。悪夢より悪ければ地獄か。ミースが政権を取ってた時に年金基金が5兆円減ったと麻生さんがおっしゃってた。記事には大学教授のご意見が載ってるんですけど割愛いたします。立憲は9月末衆院選ぶやつで、政権交代した場合共産党から限定的な閣外からの協力を得るとの合意を得た。衆院選ぶやつでは両党の関係者が街頭演説で並んでマイクを握る場面が全国各地で見られた。ドン引きやな。以前大阪府知事市長ダブル選挙で大阪の自民は共産と組んだよね。もうすぐ気持ち悪くて見放されたよね。今回の大阪自民全滅につながってしまいましたよね。多分きっと維新だらけになったけど、維新の正体はティグレで最も立ちの悪い政党やねんけどな。やっぱり大阪自民異常やから共産と組んでみたり、人材を一掃してください、地元民から出してください。なんでこいつに入れなあかんねんっていうのもほんまに勘弁してほしいねんけど、自民というブランドだけで入れないといけないんですよ日本国民は。大阪自民頼むで。共産コミンテルン系は国壊しを目的としとんねん。記事戻りましょう。しかし共産党は綱領で日米安保廃棄、自衛隊解消を掲げる。角丸枝野との日米同盟を軸とした現実的な外交安全保障政策を進めるという立場とは大きく食い違う。日本国は資本主義国で日米同盟があるからなんとかなってるんですね。この世は世界を牛耳る大きな勢力があって、そこの意向で動いていると言っても過言ではなく、資本主義、社会主義、共産主義、この3つの主義は世界を牛耳る大きな勢力おそうめんの中に入り込んだ人たちが作ったもので、揉めさせるためにこの3つの主義を作った。マルクソ経済学なんてペテン、いいことを言っているということで信用してはダメなんですよ。私は戦時中までに出版された先人の書で歴史の真実を紐解いて、 Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですけど、この世の中の大きな事件事故、洗脳層とか核の命とかは赤い酸っぱい勢力が作ってきたんですよ共産党が。何度も繰り返しますが、日本共産党は中国共産党と同じ組織で、コミンテルンの一支部同士、コミンテルンも消滅したって突っ込みたい人いると思いますが、コミンテルンの指導団体が自由なおそうめん屋さんなので、なくなったように見せかけてあるやろってで見た方がいいんじゃないでしょうか。で記事戻りましょう。自民はこの矛盾をついた。麻生さんは、太郎さんは、立憲は今や立憲共産党になったと攻撃し、幹事長の甘利さんは、共産党が意思決定に直接関与する政策は今までの日本にはなかったと非難した。共産党はできては潰れ、潰され、復活を繰り返してきてるんですね。立憲を支持してきた連合には、衆院選ぶやつの基本方針で、共産党を含む野党共闘には組みしないと距離を置かれた。連合初の女性トップとなった吉野智子会長は、共産党の閣外協力はありえないと断言していた。角丸枝野はこうした共産との連携に慎重な声を押し切り、洗脳教の戦いに臨んだが不発に終わった。これでも立憲は来年の参院選ぶやつで共産と共闘するのか。記事は以下割愛。なんかずれてるのよね。枝野が代表でいてくれるとありがたいねんけど、共産を支持している人、その中で有権者、選挙権持ってる人って老人が多くて、パコパコ人口減ってるはずなんで、ずっと組んどいてって感じやな。今後の成長は見込めないので、ずっと組んどいてって思いました。今はミンスより維新の方が恐ろしい。維新の正体はティグレ、維新ティグレで検索させるように頑張らないといけないですね。